よし。8時17分。8時半から放送予約取ってるんで、多分もう下り切ったぐらいからかな。そう、いや、そんなに早くないか。よく考えたら、標高600メートル近くあるんだった。556メートル。というわけでライダーハウスを出てきました。基本的にオーナーさんは顔は出せないみたいなんで、出てきてこのロータリーまで来てから録画を開始しました。よし、じゃあ下ります。ちょっと雲かかったな、太陽に。あ、そうだ、一応 GoPro6 はスタートしてるのは、よし、大丈夫。あ、行く行く。あ、グローブしてると指先が走り出しながら iPhone をポケットに戻そうとしたら戻せなかった。お、あとか。あれがリゾートマンションで、今朝見てきた展望台は見えないのかな。今朝あの石の館っていう何の施設かわかんないけど、ところの展望台で朝日見てきました。すごい景色だった。あ、そうだ、今ここも出しとかなきゃな。納豆パックのとこだ。
車にも潰されずに残ってるな。様が見える。24分、もうそろそろか。日が当たってるからこの辺りで放送を準備しようかな。どこか日が当たって景色がいいところで。うん、お、しかしか、あ、こっち見た、撮れるかな、撮れるかな。いいよ、まだいる、まだいる、撮れた。よし、ガシャッと逃げ始めた。今のは兄弟かな、親子かな、2頭いました。今朝もっと角がでっかい、あの大型のやつ見たんですけどね、展望台に行く途中に。そいつは曲がり角の先にすぐいたんで、写真撮るままなんか逃げられてしまいました。今のは多少距離があったからまだ写真撮る時間があったな。まあ写真もちゃんと撮れたかどうか分からんけど。あ、そうだ、景色がいい場所。なんか肥料みたいな匂いがする。まだ標高半分しか下ってきてない。
もうちょい。ここまで来れば自販機あるか。上の方は自販機すらなかったからな。あ、いかん、もう28分だ。やばいやばい。ここでいいか。とっと。あ、つながってない、まだ。読み上げ先を切り替えて、よし。準備、あと少しと。今日も FML いつまで持つかな。よっと、コピーペースト、スタート。色が出ない。すみません、これでできました。準備できました。おはようございます。ロボちゃん、おはよう。おはようございます。おはようございます。登り速度は、あ、まあまあ大丈夫かな。投稿法の話題ありましたね。いきなりの標高、今ライダーハウスから半分ぐらい下ってきました。お邪魔しますね。いらっしゃいませ。うん、お、ウーの人、おはようございます。よし、好きです、好きですの人は一回好きですって書いてただけ。おはようございます。よし、ちょっとまだ下りはさすがに寒いんで、指出してないグローブにしてます。今はまあそこそこ寒いですけど、予想してた寒さじゃ全然ないですね。あ、そうだ、あと今ここ出すの忘れてた。ちょっと待ってください。向こうの方に、あれ池田港と殿庄の町の方かな。電源、ちょっと待ってください。今ここをオン。あ、しまった。なぜかスクリーンショット撮ってしまった。じゃあ行きます。もう数秒で今ここの場所が出るはずです。天気、そうですね。今日午後にちょっと曇りのマークが出てたんですけど、どうなるか。今日の予定はだいたい一周連泊ですけど、夜もうるさかったですよ。朝もうるさかったですよ。え、駅伝がそうなんですか。そういう話は知らなかったな。オーナーさん、今朝もですね、ハッブル宇宙天文台の話と、あとなんだっけ、あ、アマちゃんの話もしてましたね。その話を半分聞きながら予定ルート作ってました今朝。
ちょっとこれは逆光とかで景色見せるの難しいな。名物は醤油そうめん、あとなんだっけ、醤油そうめんオリーブオイル。そう、半分だけ聞き流しながら。あ、フォーカスがまだ。ありがとうございます。ちょっと待ってください。うん、朝食パン食べました。あとオーナーさんが言ってたおすすめの店行かなきゃいけないような感じなんだけど、例えばですね、11時に4分の3周ぐらい回ったところの店に行けとか言われたんですけど、着かないってそんな時間に。ここだけは絶対行ってくれって言われたんですけど、オーナーさんも自転車乗りだからわかるだろう。醤油ソフト、あ、醤油ソフトは前確か食いましたよ。それはかなり美味しかった。醤油ソフトは確か甘辛のやつだったんじゃなかったかな。でも9年前だからよく覚えてない。あの11時に開店する地元の人向けの地元の人がやってる、ん、オーナーさんはロードバイクでした、チネリで、あのオーナーさんが昔から憧れてたものを全部買ったんだそうで、あのアナログカメラとか、あとオークリーのサングラスとか。昔はオークレイって言ってたらしいですね、オークリーって。そんな昔からあるメーカーとは知らなかった。マロさんがここまで渡っていく、あ、そうか、でもそんなにあの不可能な話じゃないか。全てを手に入れちゃったらしいです。ダウンヒル中です。今標高200メートルぐらい、標高600のところに止まってました。あそこは無人なんじゃないですかね、今は。もう、今朝、朝日を見に展望台、近くの展望台行ってきたんですけど、そこのところの建物に張り紙してあって、ん？顔、あ、どうなんでしょうね。で、あの、平成25年11月付で、なんか破産処理がなんとかかんとかで、この建物はどこどこの管理でみたいなこと書いてあったんで、本当になんか潰れたばっかりらしいんですよ、11月に。潰れるって言い方でもいいのかどうかわかんないんだけど、あそこの別荘地の管理事務所がダウヒルですね、先月らしいんですよ。っていうか昨日の時点だったら今月だった。そういうなんか潰れたてほやほやな状態だったみたいです。まあその前からもうかなり人はいない状態だったと思うんですけどね。おはようございます。右側通行ちょっとやってみますか。10センチぐらい入った。いや、20センチぐらい入った。いかんな。これで通報されるかもしれないな。ちなみに車はまだ1台も通りません。空気がそれほどでもないんですけどね。通風。そう、今下ってます。宿が標高600メートルだったんで。でオーナーさんからはライダーハウスに連泊しないのかっていうことをですね、昨日から通算で13回ぐらい言われてるかな。今朝も2回ぐらい言われたから、オーナーさん自身もそれネタにしてるし、すでに。おお、昨日はもう薄暗くて見えなかったけど、あそこのあれは太陽光発電か。いや、もう戻ってこないですよ、戻ってこないですよ。あそこになんかおいす、この叫び声だ、なんだ、なんかクイークイーみたいな叫び声が聞こえたんですけど、これ猿かな。今そこの下の方のあたりから聞こえてきました。メガソーラーみたいなやつがこのあたりにあるっていうのは確か地図に書いてあったから、あれは多分そうじゃないですかね。ビッグダディ元気でしたよ、知らないけど。ビッグダディそんなイメージなんですかね。ここまで配信とかこういう配信でも普通の一般的な話題として出るほどに有名な人なんですかね。なんせテレビ見ないもので、あ、こっちからの方が良かったな、写真は。あれ多分太陽光発電じゃないのかな。でもって今度つづら折り、あ、人いそうなんですかね。あ、しまった、今設定変わったな。ちょっと拡大して写真撮って、それを自分で今から見る。
こうして、あ、車、あの走ってる車、あれ？あの車はどこから移動してる？私がこれから下ろうとしてる方向じゃないのかな、あれ。で、トラさんのソーラー発電かな。ここで見てもよくわからんな。ソーラー発電だったら向き変える仕組みがあると思うんですけど、あれって固定に見えるんで、しかもこっちからだとてっぺん傾いてて、あの上の乗せる台に当たるところが横から見てる状態なんでよくわかんないですね。あ、あの車登ってきてたのか。車来た、車来た。イオン。おお。あの人は一体何しに。あんなところに一体何の用が。あんなところ。ん？今年の？で、今日の宿は実はまだ取れてません。ユースホステルに泊まろうと思ったら、今日ユースホステル昨日いっぱいで、今日はメンテナンスやってないらしいんですよ。で、どこか別のところ紹介しましょうかって言われたんですけど、ちょっと場所とかの吟味も必要だったんで、自分で調べられると思いますって言って切ったんですけどね。で、この下の坂手港っていうところの近くにサイクリングターミナルの名前を冠した宿泊施設があるみたいです。カタカナでエリエスと書く、テント持ってきてないです。寝袋あるけど、カタカナでエリエスと書くエリエス荘っていう宿泊施設があって、町営でサイクリングターミナルらしいんですけども、エリエス荘で検索して出てくるその公式ページ見ると、いきなり初っ端からブログの形式取ってて、初っ端からその自演っぽいことが書いてあって、かなりうさんくさく見えてしまう、あれのせいで。町営でサイクリングターミナルとしてやってるっていうのは間違いないと思うんですけどね。満喫ないな、多分。TSUTAYA とかも入って、あ、ゲオか、ここは。島内にゲオができたってんで、オーナーさんもなんかその話してましたけどね。そう、明日休みです。1日月曜日、有給取ってきました。ゆっくり参りたいから。10時、ああ、なんかぶつかりそうな気がする。それはぶつかるんじゃないかな。で、今日はその土庄の方に戻っていって、で、昨日回らなかった丸中っていうチキンラーメン課がいたところから半島を少し回って、それから一緒に出ます。昼飯のタイミングどこで食べるかだな。今日クロスです。今年もどうかな、どうかな、書かないな。というわけで入り口まで戻ってきました。あ、また車入ってきた。あ、この車は何？2台同じロゴの車が、四国警備保障の車がなぜ2台も。ビラ入り口まで戻ってきました。で、ここから昨日の国道の方に戻っていく予定なんですけど、ちょっとだけ別ルート行こうかな。道の駅が近くにあるから、その前を通って戻ろうかな。とんがってるな。バッテリー上がりってのは、あ、さっきの車がですか。どうですかね。ライダーハウスに他にやってる建物ないでしょうからね。ん？タイヤ。あ、気温出てる。7度か。ちょっと道今逆方向なんですけどね。そう、紫か。とんがってましたね、車が。単純にそれを微笑ましい感じで見てやるぐらいの度量が、男の度量がでございます。7度ですね、気温は。
思ったより低いな。日が当たってるせいかそこまで寒いと感じないです。小豆島ふるさと村右1キロで、これ手延べそうめんって書いてあるんですけど、手延べそうめん館って書いてあるんですけど、島一周です、一周です。しかも全周はしない。二重市の瞳バス、草壁バス、草壁ファイト、頑張れ草壁、草壁。あれ何、あれあれですか、あのマラソン駅伝でしたっけ、あれのチームの輸送車か、あれ草壁チームでしたよ今のは。で車が通り過ぎるの待って、よせよいせ、ちょっとよいしょって毎回毎回言ってるから別の掛け声かけようと思ったら今一つだった、よいせって。ああこっち行ったら海沿いか、大丈夫だよな。草壁後ん、忘年会って会社の忘年会出ますけど、自転車部の忘年会のことかな。自転車部忘年会人数多すぎて、あの周りの声っていうか自分の声が聞こえなくなる状態なんで、去年も行ってないんですよね。これオリーブ畑ですね、結構でかい。一面のオリーブ畑っていうのはまだ見てないけど、今回というか前来た時もなんか、オリーブってあのえらい小規模に作られてますよね、この中で、小豆島の中で。天気ちょっと午後から曇りの予報なんですけどね、まだ下ってます。今標高30、もうすぐ海沿いです。ああため池ありますね。さっきあの降りてきた小豆島ビラっていうところ、あのその潰れてしまって、別荘地が潰れてるって言い方でいいのかな、あの別荘地なんですけど、自前でため池持ってて浄水して水道は自分でなんとかしてるらしいです。ただ管理事務所がなくなったんで、ライダーハウスのオーナーさんはあの俺たちがあの運営しなきゃいけなくなるんじゃないかとかいうふうに言ってましたけどね。基準がそうそう、あんまりなんかその密集してみんなが喋ってると頭がしびれる感じになってくるんですよ。人混み苦手ってことはないんですけど、あの全員がある程度以上の音量で喋ってる状態になってくるとちょっときつい。私のそのこのあのよく聞いてると眠くなるって言われるこの声はですね、ああいう場だと自分で聞こえなくなるんですよ。野球団、カラオケ、ああ私カラオケダメなんですよね。そうそう、カラオケもほぼ行ってないな。忘年会自体は出るんですけどね、会社とかのやつは。自転車部は元気な人が多いから、声がでかい人多いってわけでもないかな、普通かな。でかい声になりますよね、酒入ると。おはようございます。もうすぐ道の駅じゃない、あの表示は違うな。でも地図上はもうすぐ自転車、お今はメジャーだというか、そのメインの人たちって誰なんですかね。なんか自転車部とロングライダースっていうのが一緒になってるイメージがあるけど、まあとりあえずアツさんですよね。アツさん部長だし、部長のアツさんの他に誰だっけ、部長子さんっていう人もいますよね。あとバルコさんとかなんとか子さんが多いですよね。差し置いて中心人物とかてか組織としてやってるのはアツさんですよね。だいたいその組織の面倒くさいところはアツさんがもう受け持ってるから。あ、これ道の駅になってたのか、前これ道の駅じゃなかったよな。いやだったのかな、どうだっけ。
小豆島ふるさと村ってここ前来たことあるんですよ。ニコ生的に、ニコ生活動そんなに自転車でやってる人はあまりいないですよね。お、会社のそれはなんかブレーコーのルール守られてないですよね。ブレーコーじゃないんかいっていう。毎週、あ、そうそう、あのあたりもちょっと意見が食い違ったことがありましたね。私は何度も言ってるみたいに、その放送のためにやってるんじゃなくて、放送もやってるだけなんですよね。お、やった。うん、会社の人知ってます。家族も知ってますよ、私のとこは。仲直り、別に仲違いしてないですよ。意見が違うところは違うところで別にあってもいいです。お、あ、これレンタカー。へえ。ここは道の駅で、昔来た時は道の駅じゃなかったと思うんですけど、義務化すると、まあ、何のためにやるかっていう、人によって違いますからね。料金1回4200円。おお、おばあちゃん子割とそうだったかな。うん、11月16日。私いつも思うんですけど、念をかけ、1年以上継続する可能性がある情報、1年以上その持続する可能性がある情報は基本的に月日じゃなくて念をかけ。11月16日、土曜日、11月30日が土曜日だったから、あ、今年だな多分これ。だけど入ったばっかりみたいですね、これ V サイン。なんでなぜ V サインをウィンドウに移しては、何を、スネマのですよね。あとブログ系もですね、日付が入らないブログとかネット情報は月日だけじゃなくて年を書いてください。東四国国体、これ9年前に来た時もあったから、多分この国体自体も相当前のやつなんでしょうね。というわけでちょっとトイレ借りてきます。で、あ、そうそう、手延べそうめん、手延べと手打ちってあるじゃないですか。昨日オーナーさんと話しててやっと理解したんですけど、手打ちはのしてその、重ねてで切って作るやつで、手延べっていう方は伸ばし、ブンブンブンを伸ばす、あのタイプの見るけどだけ。だから手打ちってイメージだけど、手打ちの方は単にのして切るだけで、手延べの方が空中で伸ばしながらやるやつなんですね。返すとは V サインかっこいい、なんでゆるキャラ。あ、そうだ、延長まであと10分か。手こめ税金ん、なんかトイレ行ってきます。なんで手こきになる、ちょっと待ってください。取りできますんでお待ちください。
よっと。3K 戻りました。そろそろ指切りグローブにしたいな。でもちょっと寒いな、まだ。というわけで、ここまだ営業はこれから、この後何時からだろう。今ここ、ああ、ないですか、道の駅なのに。あ、小豆島、そうそう、殿庄町と小豆島町で、前はその小豆島町も池田町と、何町だったっけな。お、いらっしゃいませ。おはようございます。あずきちゃん。さっきの丸いやつですか、あの、あれオリーブか。というわけで、こっち行ったら溝に道かな。この中にいる間にそうめんもやっぱ食べなきゃいけないかな。あ、そうか、さっきあの電動カーがあったから電気スタンドもあるんだ。あ、おはようございます。あ、電動カーの充電のやつってあのガソリンの給油のやつに模した形してるんですね。知らんかった。チャージングポイント EV200V iPhone 電気スタンド、正式に何て言うんですかね、電気スタンドって言い方はなんかあの電灯と似た感じで勘違いとかわざと間違いやすいような言い方してますけど、チャージャーっていうんですかあれ。給油口にそこでなんか放電したりしたらえらいことですね。富士電機、あれ作ってるメーカーがですか。ちょっと、わー、このヨット小さいな。ヨット TO 大爆発。でもガソリンはそんな簡単に揮発しないんでしたよね。いや、ガソリンがするんだっけ、気化してあの引火するっていうのは。波が今穏やかですね。今日は風が弱いな。ガソリンが揮発するんでしたっけ、灯油があまり揮発しないんだっけ。割と今日はないでますね。これは何モチーフなんだろう。オリーブではないのかな。髪の毛が微妙に、あれ木の葉っぱか。で、男の子は剣玉を持ってますね。そう、物としては大きいですね。小豆島妖精。それ素敵。こっちの方には前走ってきてないな、確か。さっきの道の駅のところは前来たんですけどね。通過した場所が、あれ？これ海沿いの道じゃないんかい。あれ？あれ？これどうも違うな。通りで来たことないと思ったよ。いや、でも、いや、いやいや、さ、そうそう、昨日のスーパーウラと同じ感じですね。あー、残念。いいとこだったり悪いとこだったり。延長は今できてないですかね。たくさんあって、今回小豆島だけになりそうな感じです。明日もしかしたら手島の方とか行けるかもしれないけど、今日は小豆島を4分の3周ぐらいかなしておしまいになるんじゃないかと思います。行き止まりました、いつも通り。ちょっと待ってください。延長はできてないかな、できてないっぽいな。手動延長できてなかったです。今手動でやりました。
夢中？そうなるかな。そうか、だから年賀状とかまあもともと出してないから関係ないけど。というわけで、U ターン。また無駄な時間を取ってしまった。行き止まりました。前来た時この道行ってないよなと思ったら、それは来てないや。止まりましたか。切れたかな、線が。なんかどっか接触悪いな。プロブレムキャプチャリングオーディオデバイスか。オーディオもなんか接触悪いな。あ、つながってよかった。うん、来てる来てる。オーディオの接触の方が危ないですね。多分これ USB、 ああでも PC の口である可能性もあるな。これで今復帰しましたよね。まだ行ってないかな。OK。 あ、なんか声がおかしくなった。海沿いの道はあっちの上の方の道か。こっちは温水プールとか、違う、温水プールじゃないのか、あれスライダープールとかあるとこですね。ファミリープールって書いてある。お、これなんか切れてるかな、また。あ、結構乗るな。あ、違うか、あっちじゃないか。放送チェックはある程度進んでから、さっきの女の子に抜き返されるとメンツ的な問題があるから、まだそういうところを気にしてしまう。トンネルか、あったっけ。
おお、早い。もう来れた。お、あ、FM リーが死んでる？あれ？なんか動きが変だ。なんか一通り全部ハングしてる。あ、これもハングしてる。なんだこれ。お、読み上げもおかしくなってる。 PC 環境全体がハングしてたな今。すべてのウィンドウが切り替えはできるけど反応しない状態になって、電波弱いかな。来た。857、ああ、こうしてこうで、でこうしてこうしてスタート。で、配信開始をして、業務例承認して、これでいいかな。なんか PC、OS 環境丸ごと、ハングというか動作がおかしくなってました。すべてのウィンドウが、反応しない状態だけど切り替えはできるっていう。今のこれ PC 環境の側の問題だったと思います、多分。で、今、ちょっと坂を越えてトンネル抜けてきたとこです。さっきの折り返したあたりからもうずっと切れてたんですね。坂道登ってたから、登り切ってからチェックしようと思って見てみたらハングしてました。現在地はこのあたり、城山。現在地はここです。あと現在地はここです。こっち、どういうことこれ。現在地がなぜ2箇所書いてある。なんか石柱みたいな感じのバス停がありますね。これバス停かな。バス停だ。あ、またと。またか。はあ、テレビ、私はテレビ見てないんで、っていうか昔見てたけど、昔っていうのはあれだな。
今度はなんだ？ああ、また、オーディオか。オーディオデバイス取り替えるかな。でもこの問題かどうかもわからない。上がった上がった。調子悪いですね。調子悪いです。これはなんかオリーブバスのバス停です。で、あと国民宿舎のがこの奥にあるみたいですね。なんかちょっとでも動かすとこれオーディオ周りが今また止まるかも。 USB 端子周りかな。そーっとそーっと、これで大丈夫ですかね。小さい木造バス停、あれなんか元からああいうものなんですかね。それとも国民宿舎の入り口だからとか。あの上の道が昨日通ったところかな。音が小さい。なんだ。マモに、端子のところ結構弱いんですよね。よっと。そうそう、こんな環境で使われること想定してないだろうし。音が小さいってなんだろうな。一体どこで。あ、また止まってる。ああ、もう。小さいな。どこで。こっち側は問題あるはずないしな。こう。どこだろうな。この周りか、この辺りか。こっちの方か。天気はなかなかいい感じです。今度大きすぎますか？どうですか？大きい。割れたりしてませんかね。まあ YouTube 用の音声の方はずっと大丈夫なはずなんで。大丈夫ですかね。調子悪いなぁ。電波の問題じゃないところがまた悩ましい。電波の問題だったら仕方がないんで先進むって状態なんですけど。今音量かなり上げました。でも、これ設定変えてたはずじゃないんで、パンクいました。調子悪いなぁ。やっぱりタブレット PC 買わなきゃ。意外とあったかいです。ん？何通す？1年以上使ってますね。どんぐらい使ったっけ？そう、我慢できません。今ここ出てないですかね。なんてとこだろうな。バンビティは人からもらいました。K2 さんって人から。あそこのフェリーのあれは何港だろう？池田港か、この辺りは。確か。池田港のあたりにいます。出遅れ感。私は、安い。私は、出遅れって言ってももしかしてアンドロイド出してってことですかね。私は用途が特殊なんで、まず Windows じゃないと、いろんなアプリが動かせないっていうのがあって、Android のプラス NME の組み合わせはウェブカメラが外付けできないんですよね。そういう意味で Windows タブレットは私にとってはようやく出たって感じです。で、私の用途からすると競合は他にないし、
8のタブレットがですね、 USB 機材とあと充電が同時できるかどうかが問題なんですよ。できれば最強なんだけどな、あのサイズ。ただそういう使い方してる人まだいないんで、 Windows 8.1 かな今はのタブレットが出始めてます。Windows タブレットのバッテリーは、あの USB から充電するところは、何食べた？ USB から充電するのは緊急扱いとかでまともに充電できなかったりするみたいですね。富士通のやつは確かそうらしい。あ、マフィン食べた食べた、うまかったやっぱり。ん？あ、何をつなぐ？キーボードのタイプもありますよね。充電できないと厳しいです。本体によっぽどバッテリーが持たないと。そういう点であの富士通のやつは 15.5 時間っていう交渉のバッテリー持続時間だったんですけど、レビューサイトで見たら測定したところ半分ぐらいでしたね。7時間後半台ぐらいでした。それだと丸1日持たないんだよな。私の使い方でどんだけバッテリーが持つかもわからないし、半分ですよね。まさに話半分短く、やっぱそうですかね。お、走る人たちかな、あれは学生さんか。画面がそもそも消せるかどうかわからないんですよ、タブレットって。あの閉じるっていう状態がないんで、どうやったら消えるのか分かんないんですよ。画面だけオフできるのかな。エネループ？おはようございます。今は富士通のやつです。タブレットのやつが欲しいんですけどね。昔は小豆島って呼ばれてた時期は新しいですよ、小豆島。よっと画面に、まあ傷はついてもいいんですけどね。こまめと、昨日行ったところはこまめ食堂っていうところでした。で、糸状を知らないです。糸状？何インチ？8インチサイズがいいですね。重さ的に、重さとサイズ的に。こまめ。タブレット、まあでもどうだろうな、ノート PC よりはガチガチに固めてあるから。いらっしゃいませ。池田港だ、ここ。あ、もしかしてユースがいっぱいだったのって駅伝の人がいっぱい来てたのかな。11インチ、11だとちょっとバッグ選ばなきゃいけないんですよね。富士通のやつは防水仕様で、一応風呂にも沈められるレベルらしい。まあ温度的にあれ問題あるらしいですけどね、風呂だと。走ってる走ってる。ユースだと思うんですよね。まさかいっぱいになってるとは思わなかったんで、ちょっとびっくりしたんですよ、昨日、おとといか。この商工は昨日、この商工から走り始めました。アンドロイドが外付け、ウェブカメラできるようになりゃな。スタート。時間的に、ついなんか、USB メモリーをこと、違う違う。SD カードを落としたりですね。Android の DVD か。ウェブカメラはドライバーがないと動かないですよね。物理的に繋がったとしても。タブレットは小さいやつは
老眼だと厳しいと思う。安藤ロイド、安藤ロイドはドラマですよね多分。あのロボットじゃないよアンドロイドだよとかいう人が出てくるんですよね。そういうネタは、いや自転車配信何が OK、 タブレットある程度サイズがないと厳しいですよね。11ぐらいはないと。私は今使ってるパソコンはちなみに、そう、ちなみに 5.6 インチの画面です。ルークス U の G90 っていうモデルは。スポーツバイクです、クロスバイク。低いそうなんだ。恋愛相談はまあ無理無理。カーナビ、あ、タブレットの小さいやつがってことかな。スマホですね、5インチとかだと。ん？何の相談が。おお、いるいる、走ってる。今日駅伝大会らしいです。所長相談、所長ってなんだっけ、国際警察の旧大天皇だっけ、十天皇だっけの、あの所長じゃなくて、休憩所なんでしょうね、さっきのところは。なんかテーブル出てたっけ、確か。サンシャイン、あ、そうそう、ライダーハウスの、いや、夜降ってないと思いますよ。苗場オーレオーレオーレ、最後の俺が入りきらなくて小さくなってる。ちょっとですね、イベント、そんなタイミングだったとは。オーレオーレオーレ、モンゴル帝国、モンゴルの帝国だったんでしたっけ。おっと、警察署長の署長かと。一周はですね、厳密にあと100キロ超えるらしいです、アプリが。あー、でもなんか制限があったような、確かそれも調べたことあるんですけどね。で、ライダーハウスのオーナーさんが言ってましたけど、島内のコンビニが、サンクスだけ、サクル系だけから全部セブンイレブンになってしまって、立ち読みできなくなったって言ってました。コンビニ系列が全部セブンイレブンになってしまったせいで、よくもセブンイレブン目、よくも邪魔をする気だな。セブン今コーヒーやってましたっけ、100円とか150円のやつですね。そう、セブンイレブンができないらしいです。そうなんだっけ。今は都の署方面、ん、大高生、あ、大高生かで、ちょっと今聞こえなかった。全部袋に入ってるんですかね、コーヒー。そう、セコマが一番、北海道の生命線ですからね、セコマ。配送ルート、島ですからね、ここ。島内で何か作ったりしてるとこあんのかな。あと島内にですね、讃岐うどんのめちゃくちゃこだわった店とかも結構あるみたいなんですよ。昨日の夜オーナーさんに力説されたんですけどね、オーストラリア産の小麦粉を使っていることが、ところが大半だけども、一部には小豆島、香川県のなんだっけ、なんとかの光っていう小麦粉を、小麦を使ったうどん屋さんっていうのが、何百店舗かある香川県内のうどん屋さんのうち20店舗ぐらいはそういう県内産の小麦粉を使った認定店があるらしいです。で、この島内にもそこがあって、そこは絶対行けっていう風に何度も言われましたね、オーナーさんから。だからタイミング合うかどうかって問題なんですよ。11時から始めて3時間ぐらいでもう玉切れになって店が終わっちゃうらしいので、難しいよな。あ、サヌキの目、そう、それです、それです。
いや、タイミングあったら行きたいんですけど、時間的に難しい。都農町のあたりだったかな、確か。都農町のあたりは、11時には多分過ぎてる頃じゃないかな。いや、わからんな。もしかしたらタイミング合うかも。味が、私にはそこまでの舌はないですからね。ただこだわる人のことをこだわりすぎだというつもりもないですけどね。何で帰る？帰りは岡山に渡って、岡山か姫路に渡ってから帰ります。何麺？ピコピコ、なんだろう、別に。おう、これ昨日走ったところも走ってるかな。骨では、いや、それぞれだと思います。そういうのは人にそれを強要するときに問題があるだけです。ごま油っぽい匂いが。あれ、カドヤの工場ってこんな近くだったっけ。まだ都農町港まで来てないよな。ごま油、まあ好きですけどね、あの匂いはたまらないですね。というわけで、ここが小豆島を真っ二つに分ける都農町町と小豆島町の間、お疲れ様です。間違えて、そうでしたね、ごま油だと思ったらラー油だった。すまい、そうですね、この小方向、ああ、ごま油。勾配は、いや、それほどでもないです。ママかな？今、登ります。登ってます。スタート。10時スタートって言ってましたっけ？まだ9時半前だけど走ってる人がいる。お、いらっしゃいませ。天気いいですよ。関川県の坂は登ってないですが、急に来た時には死ぬかと思いました。 18% ですよ、あそこ 18% ん、何の遊び。10時15分、じゃあまだですね。アップルパイ、弘前、あの時食べたサンツガルうまかったな。弘前のリンゴ収穫祭の時、まあ一部ですけどね、18%は。でも全体的にあそこきつかったです。しかも前来た時は12月30日だったから、寒くて、あの、歯入ってると喉が痛くなるんですよ、冷たい空気のせいで。年齢は多分私より下じゃないかな、30代じゃないかなと思うんですけど、よくわからない。マスクしながらか、それはそれできついんですよ。ん？結構大きいんですよね。有事的、ああ、どうなんでしょうね。事情は知らないです。あの差がきついです。ん？何乗ってます？見どころはですね、分かりやすいところは少ないですね。動物海峡かな。香川県の小豆島です。ここは昔来たことがあるんで、いろいろ計画立ててるときに、たまたま思いついたんですよ。
こっから左かな。出発、駅伝の。学生さん多いですね。中学生か高校生かそんぐらいの。ラー油、あらゆるか、ラー油じゃないか。で、今回その株主優待券で穴使うにあたって、長崎の方が第一候補だったんですけど、土日雨みたいだったんで、雨の確率が高そうだったんで、別の場所としてこっち選びました。そうそう、本当は長崎行こうと思ってたんですよ。でも長崎に行った時の問題点が、特割と株主優待使ったのとあまり値段変わらんっていうところがありますね。株主優待券の利点が減るとお得に、得した気分が減ってしまう。実際に得するかどうかよりも得したかどうかの気分の方の問題が大きい。これ多分角屋の匂いだろうな。そう、今日意外と坂ある長崎の方か、そっちもそうですね。長崎はそういうのあるんでしたっけ。お、パトロールカー。昨日来た都農町の市街地のあたりまで来ました。この道はアップグレード。大丈夫大丈夫、悪いことしてないから、あんまり悪いことしてないから大丈夫。ダイソーもできてますね。そう、全く悪いことしないとは言わない、さすがに。カンコレですか、カンコレですか。カンコレについてはですね、私はですね、うるさくないですよ。全然やったことない。カンコレはゲームとして面白いという話は聞いてます。てか、あそこまで人気があるってことは、単なるそのキャラクターが可愛いからとか、そんなだけであそこまでいかないと思うんで、カンコレはゲームとしてよっぽど面白いんだと思います。まあ萌えに抵抗ある人も多いですけどね。私も抵抗はあるけど、頭の中ではそれを理解してますので。田口、なんかニコ生で有名な人がまたやってるみたいですね。その話もあまり触れない方がいいよな。いろいろ目的がそれぞれ違いますから、私は自転車旅行を人に見せびらかすのが目的なので。39ドル190円、これ昨日通ったとこだ。エンジェルロードがすぐそこ。そうだ、エンジェルロード、今接触いいなら、うわー、勘弁してほしい。そういうの関わらせないでくださいよ。関わりたくないって言い方も表現悪いけど、それぞれやってることが違ってて、互いに巻き込まれてもいいことないんで。で、昨日来たエンジェルロードのところ、もしかして今はまだエンジェルロード出てないんじゃないかな。昨日との比較のためにちょっともう一回見に行きます。お米、向こう側としては何かネタになるかもしれないけど、それにしたってあんまり。エンジェルロードは今から見せます。名前、リスナーさん両方見てる人から見たら関わらせた方が自分として面白いんだろうけど、そうすることで配信者がどうなるかもちょっと考えてほしい。黄金道路とはまた全然違って、出たり消えたりする道です。自転車
お昼はもしかしたらそれできるかも。ここら辺と昔に比べたらだいぶいろんな店ができてるような気はしますね。ていうかあのゲオとかそのイオン系とか、あの昨日行ったあのチキンラーメン館がいた丸中か、あそこに今赤い看板で丸中見えてるんですけど、あれもなんか今年イオン傘下になったらしいです。で、あ、ないよ、道ないよ、昨日通った道がなくなってる。バトってくれ、勘弁してくれ。昨日あった道がもうない。昨日通りだったら1日ごとに同じ時間に現れるんだったら11時頃道ができるんですけどね。確かに道なくなってる、本当になくなってますね。やった、うん、潮の看板であの出たり消えたりする道がエンジェルロードって言われてるんですよ。言われてるというか言ってるんですよね。もてもてあの小人たちがいるのがまた嘘くさい。そう、行けます。昨日あそこまで歩いて行ってきました。おで、あそこにあるあの赤い看板が昨日チキンラーメン館がいたとこですね。丸中、丸まで覚えられるんだけど、なぜか丸中っていうフルネームで覚えられない。エンジェルロード、ベタですよね結構。嘘くさい。2人目、水陸両用。今あれ水深どんぐらいあるのかな。なんでエンジェル、そう言ってるだけではあるんでしょうけどね。でもそれを咎めるのもなんかひどいですよね。そういう話言うと、そうか、ライダーハウスのオーナーさんもあれだな、あのかなりいろんなそういう作ることに対してものすごい抵抗持ってたけど、言い過ぎるとそれも厳しいと思う。おはようございます。そうそう、観光客向けっていう時点でもうものすごい毛切れしてたからな。昨日いたのこまめ食堂も値段的に観光客向けだって言ってたけど、あれはカフェとしては普通だと思うんですよね。ていうかあのマフィンが150円で売ってるのはすごいなと思った。願いが叶うのだとかも、あ、やめとこやめとこ。チキンラーメン今日はいないでしょ、いくらなんでも。そんな泊まりで何日間かけてやるなんてことは。宗教、あ、天使ですか。そうかな、神、キリスト系的に言うとそういうところも抵抗あるのかな。無料に、おお、なんかなんか電球が高校と、これ工場かな、中は。これは何の建物だっけ、何も書いてない。天使はまあ宗教ですよね多分。でも、うん、おはようございます。今日は昨日に比べたら風が全然ないです。オリーブラーメン、あ、そうそう、あのライダーハウスのオーナーさんが勧める店の一つが昨日も通過したあの小豆島ラーメン、すぐそこにあるとこです。聖書の、でも天使って言葉自体はもう一般名詞ですよね。確かに概念としてはキリスト教とかから出てきてるのかもしれないけど、ここいや、オリーブラーメンではないんですけどね。小豆島ラーメンって言って、あのオーナーさんが勧めてた理由はここですね。あの替え玉とその具のおかわりが自由なんです。つまりあの食べ放題なんです、平たく言うと。オリーブ麺、ここですね。前480円の島ラーメンっていうメニューがあって、それでラーメン食べ放題だったらしいんですけど、そう、チャーシューとかまでおかわりできるらしいんですよ。やっと。で、あのオーナーさんはそういう無料でっていうところにもうものすごくあのテンション上がる人で、無料のためにどんだけコストかけてもいいぐらいの人なんですよ。ん？あ、ガン無視。あ、すいません、コメントはあの見落としますんで、聞き落としますんで、それが本当に不快だっていう人本当に見てると耐えられないと思います。私はただでさえあのコメントを聞き落とす率が高いし、
無料で、無料のためになんか交通費かけるみたいなぐらいの仕込み中か。そう、健康のために死ねる、私もそう思います。チャーシューで今は480円のメニューはないんだけども、680円のメニューでやっぱり食べ放題になるらしいんですよ。食べ放題という表現はしてないんで、なんか制限があるのかもしれないけど、そう、健康のためならもう死んでも構わんぐらいの需要です。なんでというので、あのこの島内で女さんが勧めてた5軒6軒ぐらいの店の一つがここでした。まあ仕込み中でしたね、まだやってませんでした。あ、これちょっと昨日気になった、あ、これ栗か。なんで安全第一とおはぎの絵が描いてんだろうと思ったら、描いてあるんだろうと思ったら、これ栗の絵だったんですね。で、栗の絵が描いてある理由もやっぱりわからん。仮設歩道。昨日通過した時にあれ、おはぎ、なんでおはぎが描いてあるんだと思ったら、栗でした。一応季節の絵ってことかな。栗でも、まあ秋だからかな。すごくおはぎに見えた。秋のイメージか、そうか。これは PC 配信です。あのノート PC をウエストバッグの中に入れてます。無料食べ放題、表現がちょっと微妙だな。びっくりからか、びっくり、何もないよりは、何の話だっけ。それで今からこの半島をぐるっと回ります。おもてなし、木ばっかり、なんだかな。お肉の山下屋。スマホ配信で前 Android でやろうとしたんですけど、マシンパワーが低すぎたせいか、画質がえらい悪かったんで、というのと、あとその Android を頭の上にくっつけなきゃいけないんで、なんで結局使ってないですね。1万円で中古の端末買ったわけなんですけども、エクスペリアなんて言ったっけ、一番小さいやつ。栗、私はやったことないな。アークでしたっけ、どうだっけ。アンドロイドハンドルマウントだったら最強ですね。最強というか、その配信のお手軽さから言って一番ですね。あ、こっちじゃない、まあいいや。洞窟行ってない、どこですか洞窟。そこは配信ありがとうございます。昨日ここからまっすぐ行って裏道に入っちゃったんですよね。レイちゃんで、そこにジャングルっていうドリンクバーというかカラオケハウスがあって、あ、今日もじゃあ、あの傾いたスナックを移しとくか。搭載のデジカメ、これスナック、これ今営業してないのかな、ちょっと何も表面というか表出てないけど、傾いたスナック愉快な。そっちはサパーアメリカ、ちょっと傾いてますね。ケイガー街、ケイガー多い、あ、ケイガー多い、あ、そうそう、車で軽自動車が多いってよく言われますよね。私は都会でそんなに重自動車ばかり見てるのかっていうのが気になるんですけど、まあでも車にステータス感じる人から見ると、そんなにかっこよくない車がいっぱい走ってるというふうに見えるのかな。まあそれも人それぞれだな。右肩、カメラの向きの話ですかね、右肩下がりは。というわけでチキンラーメンか、今日はいませんね。軽自動車、なんでだろう、軽自動車で小さい方が駐車場事情的に有利だと思うのに。
建物が、あ、右肩下がりか、なるほど、わかったわかった。私は今日冷パンじゃなくて、直履きじゃないタイツの上から短パン履いてます。私は冷パンとか直履きのやつは基本的にヘリの方のゴムが強力ですよね、ずれないように。あれがもう皮膚に当たると痛くて痛くて、うん、そう、一人一台、家族に一台じゃなく、あ、軽トラ、車にキーかけずに放置してあったりするらしいので、鍵かけずにじゃなくて、なんていうんだろう、キーをつけたままってことか、車の場合は。で、なんか会社の人のお父さんの車がキーつけたまま放置しといたら盗まれて、で、なんか別の件で見つかったとかいう話を聞きました。長野の方の話だったかな、確か。あ、そうだ、サイクリングターミナルっていう建物に電話しとくか、早いところ。私は車持ってないです。テレビが、ああ、そうかも。サイクリングターミナルという名前がついている町営の施設らしいんですけど、公式ページ見ると怪しくて怪しくて、あれ逆効果だと思うんだけどな。うん、ターミナル、そうですね、ターミナル、お、ドットコムだ、カフェ&レストドットコム、インターネットができるカフェ&レストか、それでドットコムか。充電とかも行ったらさせてもらえそうだな、週末。あ、ターミナル、今のドットコムですかね。コーライテル、何をコーライテルと呼んだ今。ドット JP、 ああ、そうそう、ドット JP といったら、私のホームページのサイバーサイクリストドット JP っていうドメインをやっと半年ぐらい前に取ろうとしたところで、アツさんがスパッと取って、で、私が使わせてもらってたんですけど、アーツさんのそのドメイン、なんだっけ、ムームードメインってところが、ダイナミック DNS 提供のサービス提供してなかったせいで、私の家のルーターが再起動すると、IP アドレスが変わって、接続できなくなるっていう現象が何度も起きてました。まあ、それじゃなくても起きてるんですけどね。うちのサーバー不安定だから。そのドメイン移管をやっと最近終わらせて、なんとか手放し運用できるようになった。そう、あの時ハツさんは親切のつもりでやってたんだけど、ダイナミック DNS サービスがないっていう落とし穴があって、運用に問題があったんですよ。ドットコム、ああ、その意味、そのダジャレもよく使われてますよね、ドットコム。人がたくさん来るって意味で。こっちでいいよな。ここは USA みたい、そうですね。USA ネタは大分の方と、あと高知の近くにもありましたね。宇佐地区ってとこがあって。あ、おねて今のバイクですか。今のは見えてたから問題なし。だいぶ暖かくなってきた。もうフリースいらないな。ちょっとさ、中津の、あれ、中津の近くでしたよね、あそこは。あ、違ったかな。国東半島、双子山の、あれ、双子山でよかったっけ。
あそこの山登りましたよ、前。相当昔ですけど。ちょっと、暑くなってきたんで脱ぐ。やばけ。メイプルロード。結構温度が上がってきました。あの指切りグローブにしてます、さっきから。今日は確か最高気温14度ぐらいまで上がるらしいです。何なの？あとさっきあのコメント拾われないって人いたんですけど、まあそもそもあの私が聞き取り失敗しやすいのと、あとやっぱあのこんだけコメントもらってると本当厳しい。あ、お腹出てるもよく言われますね。まあ気にするな。私も気にしないから皆さんも気にしなくていいですよ。私の腹が出てる件についてはコメントがかなり、まあもうこんだけ長い間やってるとな、あのよく見てくれる人っていうのも増えてきてコメントいただけるんですけどね。すいません、あの全部は対応できないんですよ。で、対応するための対策っていうのを取るほどの、あの取るほどの努力もしてないので、あら、そうそう、気にするな、気にするな、気にするなっていうのは、私はニコ動ネタでしか知ってない、知らないんですけど、チャージマン剣っていうのに出てくる魔王っていうキャラクターの、あのセリフでもあるんですけどね。気にするな。コメントそうそう、コメント拾わないといけないっていう風な考え方の人もやっぱいるので、そういう人との組み合わせになっちゃうと不幸ですね、お互いに。と言って見に来るなっていうのもちょっとあのどうかと思うんで難しいとこです。見てもらってていいんだけども、ご了承くださいとしか毎回言えないんですよね。スペース、ああそうか、あの同じコメント何とか書くと弾かれるからですね。確かにニコ生は、部屋汚い、部屋汚い言ってないやろ、関係ないやろ部屋の汚さは。そうそう、メタボ診断じゃなくて血液検査ですね。体重はそんなにオーバーしてないんですけど、血中コレステロールが高くて、こんにちは。タイミング、細かいアップダウンが多くて、今標高40ぐらい登りました。こういうのが今日無数にある。ん？食事？レベル 3？ あれ？ベーシックマスターレベル3マーク5って、あれ逆だ、マーク5レベル3だっけ？って日立でしたっけ？ベーシックマスターどこだっけな？それとも違うレベル3の話かな？ああ、聞こえない。ちょっと今風で聞こえてないです。いや、カロリーが、ベーシックマスター日立でしたっけ、忘れてたな。友達ん家にあったベーシックマスターマーク5レベル3、違う、レベル3マーク5だな確か、のカラー表示が、あの今でも頭に焼き付いてます。キャラクター、確かね、プログラマブルキャラクタージェネーターで
文字をキャラクターに置き換えることができたはず。歩いている、そんぐらいですね。事故にはですね、慣れないようにしないと、そこのところは。気に、結婚。食いついた。あ、レトロパソコンですね。だって、私が小学生の頃ですよ、それ確か。うちの祖母の実家の方の近くのご近所、近くに住んでた小学校の友達がいて、多分問題ないだろうから言うけど、犬塚くんっていう友達がいてですね、犬塚くんが、その人がベーシックマスターを持ってたんですよ。で、カラー表示であのモニターで出てるのの、あの強烈な印象がときめきますね。 MZ80B からあたりかな、一体型はもっと前からあったんだっけ。木川です。そう、犬塚くんという友達がいまして、うん、実際賢そうでしたよ。犬塚くんは割と秀才肌だったと思う。今一体何やってるのか知らないけど、多分実家に帰った時に行けば、あ、でも家の場所はっきり覚えてないな。どこだったっけ。 80B が最初ですかね。そう、 80B の頃から、あの子供の頃は内根族でしたから、私は電気店の店頭に行ってパソコン触ってましたから。お、犬塚さんこんにちは。アンチアップルではないですけど、アルミ缶クリス台タイプ。80K2 でしたっけ。もありましたよね、 K って名前が付くやつも。あんちゃんではなかったかな。うん、そうですかね。今日はそんなに運いってないように自分では感じるんですけど。上にあるみかん触ってた。レトロパソコンネタは私抗えないんですよ。わからない人は大半だと思うんで申し訳ないんですけど。そう、クリーン、シャープはクリーンパソコン、クリーンパソコン設計理念でしたから、クリーンパソコン理念。そう、 X1 テレビパソコンではなくパソコンテレビです。テレビ事業部が作った方なのでパソコンテレビです、 X1 は。アルミ缶？よくわからない。そう、俺は詳しいんだ。っていうのは今の忍者スレイヤーネタです。いちいちネタ元というのはネタ元知らない人に向けての配慮なんですけど、多分意味ないですね。ん？ドス？これ道はこっちでいいよな。おお、ここは天気意外といいんですよね。スレイヤー、そうですかね。今は割と目じゃなくてないですかね。マリンハウス、あの人入ってたのは景色見るためか。道に、ああ、あそこの景色見たいな。お住まい、これ看板とかもう外してあるから、ここも今営業してない状態なんでしょうね。タブレット、あ、それまで作ってないんでしたっけ。シャープのやつは、なんだっけ、メビウスパッドとか言うんでしたっけ。 Windows タブレット、あれもなんか続報ないんですよね。あそこのバイクの人が、ね、景色見てんのかな。いらっしゃいませ。 Linux は結構業務で使われてませんかね。 Linux廃墟なんじゃないかなと思うんですけど、あるいは夏場だけ営業してるとこですかね。あの人がどっか行ってくれないと入れない。その証拠は今、あの私の背後の方ですね。その証拠から
南側に伸びてる半島の今先頭あたりです。スーパーインポーズ、パソコン画面とテレビ画面同時に見られましたからね。スタートは10時まで。どのに、まあここから写真撮っとくか、これでいいや。あの海面に日光が反射して。でも金曜ロードショー今あれじゃないですよね、確か。金曜ロードショーって今はあのアニメーションのあのなんか映画のカメラ、映画のっていうか撮影のカメラをくるくる回す人じゃなかったっけ、今の金曜ロードショーのオープニングは。海パンは、いや今回持ってきてないですけどね。そういう海パンは家にもないな、今は。泳がないし私は。そうそう、今のあの最後のところかな。そう、水野春夫でございます。ん、すごいの。あ、ジェットさんおはようございます。これは海に返すかな。海に返す8インチ、私は触ったことないですね。見たことあるけど、シャープパソコン派でしたけどね。小学校、中学校、高校までは、大学までもそうか。泳げる、クロールで25メートルぐらい。平泳ぎができないんで、あの長く泳いでられないんですよ。浮かんでられない、なんか顔を出していられない。おお、瀬戸内なんで、あの海の向こうにあの いろんな島が見えてます。ここ魚釣り的にはどういうとこなんでしょうね。そう、 CZ シリーズ X1F でした。私が最初にあのパソコン買ったというか、高校入学祝いに買ってもらったんだ、あれ。ん、海上自衛隊。ん、そう、波が今日、波というか風ないですね。日本海側か。平泳ぎ、そうなんですか、平泳ぎって。なんかあれって長く泳いでられるマラソン的な泳ぎ方だと思ってたんですけど。廃墟で向か、廃墟ってなんだっけ、パパさんちの時か、廃墟っていうと。 X1 ターボは横解像度が2倍なんですよね、ピクセルが縦長。1対2の、あ、 1×2 ぐらいのサイズのピクセルでしたからね。ん、尾崎放祭。向こう側に見えてるのがこれから行くところかな。レーザーディスク、カラオケ用ですかね。あと LD ゲームもありましたね。ん、わ、のし。のしってなんかあの古い泳ぎ方のことですかね。のし？のし。で、向こうの方の半島の一番先端のあたりは、実はあの今道路が崩壊して走れなくなってるらしいんで、迂回路をあのライダーハウスのオーナーさんに聞いてきました。今日の予定ルートはもうそれが反映してあります。私もブラインタスできないんですよね。お、何者だ。あの歌も相当あのニコ動とかで素材にされてますよね。そう、よし行くぞのあの歌の曲名なんていうんだったかな。ほら東京サイグダだったっけ。あれっていろんな曲と混ぜてあってできないっす。あのマジカルサウンドシャワーって、あのセガのアウトランっていう昔のレースゲームの曲と、あの東京サイグダの曲が混ぜてあるとかのとかも人気ありましたね、ニコ動で。あのそのアウトランの曲をニコードで探しているときに、アウトランもっと古いです。あのなんだっけ、ビデオゲームミュージック、なんだったかな、ナムコの最初に出た、しかもレコード版、ゼビウスとか。1曲目がゼビウスの、多分ゲームミュージックの媒体としては一番最初に出たやつだと思うんですけど、ニコチューブリに。
ごく一部の動画しか見てないですけどね。向谷実さんっていうのは、どの人だったっけ。ゼビウスっていうと、あのディレクターの人なんだったかな、あの遠藤さんって人が有名ですよね。海老蔵遠藤さんっていう、ソーラリエクスやらのあれです。それを父親のレコードセットで聞いてました。レコードです。私はレコードしてないだもんな。そうそう。あとゲームセンターで、ゲームセンターに小さい、あの小さいステレオレコーダーを持ち込んで、あのゲームミュージックを録音したりしてましたよ。あのゲーム筐体のスピーカーのところに置いて。何録音したんだったかな、ドルアガとかファミコンぐらい。初めて買ったレコードがそのナムコのビデオゲームミュージックっていう名前だったと思うんだけどな、というレコードです。マジで小豆島の人ですか。ジャミンスポンジ、何の話かわからない。テープ版のザナドゥはボス戦の待ち時間が数分とか、そんなレベルですよね。小豆島、今ここなんて言うんだっけ、戸形崎かな、これ。イエス、香川県の小豆島です。瀬戸内海の真ん中あたりに、真ん中どうだろうな、また登ってました、また下りです。栗まんじゅう大好きです。ちょくちょく栗まんじゅうはあのコンビニで買ってきて、夜にコーヒーと一緒にいただいたりするもんで、コレステロール高いのかな。ウミガメ産卵の地ん、何回目、あ、止まりましたか。まあそういうこともありますね。戸形崎って書いてありました、地図で。どれどれ、アップダウンありますね。電波か、また接触か。あー、電波かなこれは。うん、電波、電波っぽい。明日休みです。あ、復活した。電動自転車はいっぺんありますよ。横浜みなとみらいのあたりで、まあ、みんなでポタリングしようっていう風にの時に、あ、ウミガメの像がある、あそこ。水戸半島ってどこでしょうか。どれのことだっけ、水戸半島。あれかな、昔行ったところかな、地蔵崎があるところ、地蔵崎灯台があるところ。今来てますよね。来てるって言いなさい。さっきはあの待機、あの転送速度復活してたんで。経済も爽やかロード、うん、小学校ですね。うん、小学校です。栗まんじゅうの下り、しょっちゅうコンビニで買ってきては夜コーヒーと一緒にいただいていて、そのせいで血中コレステロールがどうこうなのかなとか言いました。ん、何を買わなかった、何ゲーム。ん、この小学校は現役じゃないんですかね。建物古いけど、おー、来てますよね。今はちょっと瞬間的に電波悪かったらしい。そう、戸形、あ、イベントありがとうございます。
イベントありがとうございます。今日多分コメントもらってても言ってないな。今日の夜ぐらいにあのタイムシフト用のイベントリストってのまた作りますんで、覚えてれば。ダイダロス、ダイダロスっていうと、もともとダイダロスって何の名前なんだっけな。ダイダロスは私が知ってる中だとイメージファイトの時期の名前がダイダロスじゃなかったっけ。あ、戸方小学校、今日泊まります。あ、またさて泊まりますって言い忘れた。でもあの自転車の種類は書き換えた。クロスバイクで来てます今回。やっぱクロスバイクの方が軽いな、リンコの時は。うわ、首が。ご主人は超サイクリストでした。買い物系サイクリストでしたね。今日の予定をぐるっと回って、坂手港っていうところにあるサイクリングターミナルに泊まろうかなとか思ってますけれども、イカロス、下のこれはゼニライトって書いてあるけど、なんだろうな、神話からなんですかね。エンジン、それは原動機付きですね。女神転生、あ、ダイダロス、ミスト、ミストってあの CG 静止画のやつでしたよね。一応動くけど、なんか首傾けたの、あれわざとかな。こっちはまっすぐしてる。っていうか、あの最初はウインクしてない状態からウインクしてる状態に書き換えられてる。いや、でこれいいですよ。全然そのあたりはあのちゃんと対応できるかどうかは別ですけど、うん、さんくさい。だってあれ、あのホームページはないですよ。料金情報も何もなくて、最近3人で小豆島に旅行に行ってきたんだけどとかいうのから始まって、なんで公式が自分でそんなこと言ってんですか。首が、小豆島の人口3万人らしいですからね。そんなに人がいるとは知らなかった。ラグ結構あるみたいですね、小豆島って。結構あちこちにあの市街地ありますね、上から見ると。何の禁止？あ、自転車か。話題になってるけど、私の今のこの自分で気をつけてるレベルから言うと多分書けない、私個人は。あとは逆走で今まで捕まってなかった人はまあ捕まるがいいさ。捕まったりしないでしょうけどね。あそこさん臭いって、あのサイクリングターミナルですかね。あのホームページはないです。ありかなしかで言うとないです。でもと、あの電話してみようと思ってますけどね。6000円弱というあそこの情報が本当であれば、6000円だったらもう民宿ぐらいですからね。多い、あの緑色のやつのことかな。あの植木鉢みたいな形の上にあのこの浮きっていうのはいくつかあったんですけど、あ、その景観もなんか逆走とかの話で言うと、歩道を走ってるとかどうとか突っ込まれてますからね。あ、走りやすいな。おはようございます。東京ドームってそんなに入るんでしたっけ、3万人って。主権さんいらっしゃいませ。自転車旅行中です。いつもこういう放送しかしてないです。たまに自転車旅行して、その時に放送してるだけですけどね。で、機材はこんな感じといっても、この放送に使ってるカメラはこの上に出っ張ってるやつとは別なんですけどね。アウトプットか、まあ電波はしょうがないですね。店、あのいろんな大きな店も入ってきてるんで、生活はさらにしやすくなってると。ん、うさんくさいか。それはどうでしょう、ネタですよね。小豆島、私の足だと1日で
厳密には全ての海岸線回るとすると私の足だと足りないですね、1日じゃ。今日はサイクリングターミナルに早く電話したいんだけど、なんかその電話するまでの敷居が高い。後でいいやとか思ってしまって。そう、複数ついてます。ああいう並び方じゃないですけどね。額の上あたりのウェブカメラがあって、で頭のてっぺんにあの GoPro っていう、あの綺麗に撮るための、全部回ると100キロ超えるらしいですよ。私の今日のはあんまり厳密に回らずにぐるっと回って70キロ台、80キロ行くんだったかな。そう、 GoPro、 ストーブだ、野外ストーブだ。あれ捨ててあるだけだな。おはようございます。これで昨日走らなかったあの小さな半島の方はぐるっと回ることになります。ぐるっとだいたい回り、もうすぐ終えるかな、終えますね。こんにちは。戸惑っている。いや、電話する気はまんまなんですけど、なんかここで止まって、そう、できる限り自分でもそれは自覚してるんですけどね。おさんくささんも大丈夫です。そう、短いという意味です。足が短いので短いと距離走れないのか。私は100キロ走るのは結構頑張らないと100キロいかないんで、あと平地じゃないと。遡るのも嫌いじゃないんですけど、ものすごい時間かかるんで、私が遡るときは。だから100キロとかだともう峠が1個入ってると無理っぽいですね。天気ですよね。午後まで持ってくれればいいけどな。小豆島あんまり見てないな。さっきちょっとあったけど、荷物でもそれほどでもないです。宿のことですかね。サイクリングターミナル、あのホームページの書き方がうさんくさすぎて、あの2チャンネルで突っ込むこともできないくらいのちょっとずつ無理。ああ、そう、私はその無理を一切してないんですよ。でこれもオリーブですね。抜くところ珍しいですよ。貴重なごぼう抜きシーン。関東は明日の夜帰ってきます、はあ、新幹線も今日取れば行けるかな、はあ、私はあの福岡に帰らないんです今回は。直島がその芸術祭でものすごい人が来てて、それで祝祭でしませロングライダース、ああロングライダース読んでないんですよ。ロングライドしない人間なので、だからあのロングライダースは多分そのロングライドする人向けだと思うので、そのいかにロングライドしたかの内容、あの中身見てもどうかなと思ったんで、私の趣味からするともう見てないから何とも言えないですけどね。ただロングライダースつながりの知り合いの人はなぜかたくさんいます。だいたいアーツさんつながりだな。登ってる。このぐらい。自分で走った方がいいです。そういう感化する目的で方やってますからね、この放送は。遠くでですね、あの八戸の白い悪魔ですよね。何キロ以上、あ、ロングライドの基準は人によって違ってて、あの50キロでもロングライドだっていう言い方もありますけどね、その人によって。
でもそれは個人個人でも違っててもいいと思うし、あ、まだ無難なこと言ってしまった。オーシャンズ、イエス自転車、クロスバイクです今日は。近所を走ったりするときにはマウンテンバイクが多いですけど、最近近所すら走ってないな。これでまた標高5時ぐらい登ってまた下る。おはようございます。でも思ったより電波切れてないですね。途中切れたけど思ったほどじゃない。小豆島の一周回るとこういうところが無数にあるんですよ。私プロフィールマップで見ていってるだけですけどね。今日これから実体験します。ああ、そうそう、長英の、アリエス層だっけ、エリエス層だったっけ、もう忘れてきた。あの坂手港の近くのサイクリングターミナルの宿です。ん、切れてるわ。どれが気分的な意味の切れてるかな。だとしたら切れてない。ああ、子供の頃は隣町でもそうですよね。でも私はロングライドっていうこと自体に関してそれほど関心を持ってないのでなかなか乗りが合わせられない。私の認識だと自転車旅行中に何が起きたかっていうイベントの量でという価値観なので。滝沢って自転車店なんでしたっけ。ロードバイクの監視者が安いって言っても金額的には結構なものなんだろうな。相対的な安さはあるとしても絶対価格はいくらなのかっていうのによって一般人はそう見ちゃいますよね。あのロードバイクなんと10万円まで落ちたと言っても一般人から見るとそれでもめちゃくちゃ高いわけだし。ロングライド基本的に頑張りますよね。頑張らないっていうポリシーの人もいるけど、ロングライド自体が目的の一つになっているとどうしてもそうなりますよね。記録より記憶、私はその逆です。え、今日そうですか。ロボダッチサイクルキューブは確かホラフキーさんのが常連の店でしたよね。ホラフキーさんがチームとして属してるんだっけ。サイクル立体、あ、駅伝、そうそう、もうスタートした後ですね。10時過ぎたから殿将校のあたりからスタートだってさっきコメントで聞きました。うわ、ごま油の匂いがすごい。そうか、今これフェリーターミナルのところか。そこが門谷製油のあのごま油工場ですね。すごい。いや、ロードバイク乗ってないです。ん、廃業はどこの話だろう。そうそう、乗り方それぞれでいいと思うんですよ多分。人に強要すること自体が私はアウトだと思ってるだけなんで。駅伝見物、もう走ってるからどっち向きに走り始めたんですかね。これ昨日朝午前中かな、やってきたあのフェリーターミナル、殿将校のフェリーターミナル。ごま油、ごま油、時速今巡航ですら今20キロぐらいしか出してないと思います。出してないとか言うと出せるみたいに聞こえるな。で、あ、あれ昨日乗ってきたやつと同じやつかな。いや、名前違うな。小豆島丸だから、私が乗ってきたのは小豆丸だから同じ方だけど違うやつかな。オリーブライン高松の方と確か3隻で1日10何便往復してるってアナウンスで言ってましたよ昨日。今あれは到着するところか出るところか。
この閑散としている感じからすると多分出るとこですね。あれはもうみんな乗降全部終わってこれから高松の方に向かうところかな、うん、船の向きからしても多分そうだ。というわけでいらっしゃいませ。海峡？ああ、そう三隻だって言って三隻だって言ってました。昨日の船内アナウンスで。小豆島丸と小豆丸ともう一つ。ってことはもう一つは小豆丸か。あ、セブンイレブンで何か買っとくかな。いやでも昨日のマフィンがあるからいいか。お、あ、小豆島ラーメンのあのロゴの車だ。カムス。うわ静か、すごいな、あんな静かなのかあの車。今のあの例の食べ放題、実質食べ放題のラーメン屋さんですね。そうなんか実はさっきですね、電波切れてるじゃないや、あの配信が止まってる時に女子高生の自転車を後ろから追いかけましたよ。サイクルジャージ今は、はい、注文受け付けてないですかね。注文って言い方もあれだけど、あれやるたびにアツさんが苦労してるんですよね。もう一回坂道だったんで、あの立ちこぎしてるところを後ろから追い抜かしました。トマメだから。ん、あ、何がどうですか。今の電動カーですね。しかも超小型。どこ、ふるさと村のとこですね。さっき電波切れ、あ、電波じゃない。配信が止まってしまったところ。フェリーターミナル通過、イベントありがとうございます。この、ん、変な車。なんか今いましたっけ。残念、クロスバイクです。若葉食堂、あー、いいですね。そうです。お、電波じゃなくて配信機材、配信環境の問題でしたね、さっきのは。追いかけ紳士です。キラリ光る小豆島、小豆島交通タクシー会社か、これ。ヨーグルト、あ、そういえばオーナーさんおすすめのうどん屋さんどこだっけな。小豆島の有名なのは醤油、そうめん、オリーブ。あ、小豆島駅伝、駅伝の番だ、あれ。小豆島駅伝っていうのが貼ってある。おはようございます。石なんからしいですね。石ん、小豆島という呼ばれ方も昔してたらしいですよ。何見たんだっけな。イエス、玉ねぎは味島。あの玉ねぎスライス食べ放題とかも行ってきましたよ。まああの玉ねぎスライスだけじゃないんですけどね、サラダバーに玉ねぎスライスがつい、あの、あったので、ちょうどあの淡路島で洲本のとこで小豆パソコンで、ということは時間、あの日が暮れるのが早いんですよね。ナイトランまで含めりゃまあいけるんだろうけど、私はなんせ鳥目なので。何が陸だで電球、ああ、そうかも、確かに。いいっす。明日の夕方ぐらいから3時4時ぐらいに島出るかな、多分。
まだちょっとフェリーの時間決めてないんですけどね。ん？どこに？あなたの元へ。これ左、昨日左行ったよな。うん。